はい、こんにちは。前に進む将棋短手数ですけども、今日の詰め手数は9手です。考えてみてくださいと。9手といっても、これもなんか必然の王手ばかりなんで、そんなには難しくないかなと。最初に竜が動くのは、これ飛車と金の守りが強力なんで、有効な王手はないんで、もう、香車を釣り上げて、銀なら詰みっていう感じですけど、まあ角だから、一筋縄じゃいかないってだけです。これ以外考えられないですね。で、まあこれももう同香と取る一手で、まあ角が打てる。けどまあ角は頭が丸いんでここに来られちゃうんですけど、これでまあ21の地点相利かずだっつって喜んでこう入っちゃうと角取られてギャーってなっちゃうんで、ここはまあ相変わらず逃げ場ができちゃう角打ちですけど、しょうがないですね。これ以外ないですね。でまあこの角は取られちゃうんですけど、でもこれは竜のラインに入ったんで、で金が落ちてるんで、まあもちろん空き王手で竜だけの王手だから抜くしかなくて抜かれちゃうんですけど、でも金が手に入って馬があれば大丈夫と。ここじゃないですよ。飛車切れで手裏金で積み上がりということになりますと。ということで詰め手順をおさらいすると、初手が1三桂、同じく香、1二角、1一玉、2二角、1二玉、3三角成、4二飛車、1一金までの9手詰めとなります。じゃあ以上です。ご覧いただきありがとうございました。詰め将棋動画には、このように再生回数の多い人気の動画も多々ありますので、この辺あたりをクリックして、別の動画も見ていっていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。